情報処理安全確保支援士、略語の句。情報処理安全確保支援士試験への合格を目標として、セキュリティや情報処理に関する略語を学びましょう。SMTP ースシンプルメールトランスファープロトコルオーセンティケーション。SMTP にユーザー認証を追加した方式。使用するためには、MTA、 送信メールサーバ、中継メールサーバ及び MUA、受信者のメールソフトが s m t p オースの方式に対応している必要がある。認証機構は SASL に基づき、一般的には CRAM、MD5 の認証方式が使用される。SASL、シンプルオーセンティケーションセキュリティレイヤー。 インターネットプロトコルにおける認証とデータセキュリティのためのフレームワーク。SMTP、POP、IMAP など多くのプロトコルの認証をサポートしている。認証の機構としては GSS API、CRAMMD5 AP、Digest CR MD5、OTP など多くの機構が定義されている。GSS API、ジェネリックセキュリティサービスアプリケーション。 プログラムインターフェース。安全な認証のための業界標準のプロトコルを利用できる API、GSS API そのものはセキュリティ機能を提供しないが数多くのライブラリーにアクセスできる。MD5、メッセージダイジェスト5。任意の長さの原文をもとに128ビットのハッシュ値を生成するハッシュ関数。ハッシュ値は メッセージダイジェストとも呼ばれる。CRMMD5 チャレンジリスポンスオーセンティケーションメカニズムメッセージダイジェスト5一方のサーバーが質問、チャレンジを提示し、もう一方のサーバーがその回答を行い認証する方式。SMTPOS においては、メールサーバーから受け取った任意の文字列、チャレンジと、 パスワードから生成された MD5 のメッセージダイジェストを元に認証を行う。さらにセキュリティを強化した方式としてダイジェスト MD5 がある。ダイジェスト MD5 は辞書攻撃やブルートフォース攻撃への耐性を持ち、HMAC による暗号化などをサポートしている。今回はここまで。また一緒に勉強しましょう。